退去に合わせてもともとあった家具が部屋に戻さなきゃいけない、そんなような場合はご相談ください。例えばですが、使わないので地下室に置いといた、またはもともとあった部屋と別の部屋にそれが置いてある、そんなような場合はもともとあったように戻さないと退去、エタ取りの時に指摘されることがあります。そのような場合、こちらでできる限りお手伝いしておりますが、多量だったり搬出入が非常に難解で分解組み立てが必要だったりするような場合は、有料とならざるようなこと、せざるを得ないような場合もありますので、荷物そのもの、やはりこれも下見の時に営業のスタッフにご相談ください。